ニューキャッスル軍はアメリカ合衆国デラウェア州にある軍。2000年の統計によると人口は50万265人である。軍庁所在地はウィルミントン。アメリカ合衆国統計局の調査によると1278平方キロメートルを占め1104平方キロメートルが陸であり174平方キロメートルが池や川である。 13.62%を水が占めている。2010年の統計によると、538,479人、202,651の世帯、134,743の家族が住んでいる。人口密度は510.2人平方キロメートルである。217,511件の住居があり、197件平方キロメートルである。 人口の65.5%が白人、23.7%がアフリカ系アメリカ人、0.3%がアメリカ先住民、4.3%がアジア系。他の人種が3.5%がその他の民族や、人種2.5%が2つ以上の民族や人種を親に持ち、8.7%がヒスパニック系である。 20万2651世帯のうち33.8%が18歳未満の子供と一緒に生活しており、46.6%は夫婦で生活している。14.9%は未婚の女性が接待種であり、33.5%は家族以外の住人と同居している。26.1%は独身の居住者が住んでいる。 一世帯の平均人数は2.57人であり、家庭の場合は3.11人である。年齢の中間値は37.2歳である。一世帯の平均年収は62,474ドルであり、家庭の場合は78,072ドルである。男性の平均収入が52,637ドルであるのに対し、女性は41,693ドルである。 住民一人当たりの収入は3万1220ドルであり、人口の10.3%、6.60%の家庭が貧困線以下にある。18歳未満の13.6%、65歳以上の7.6%が貧困線以下にある。ありがとうございます。